はいどうもハルババです。今日もですねアップデート速報をお送りさせていただこうと思います。はい、私ですね開発用ビルドをお借りしての収録とさせていただいております。はい、まあこちらのねリーグをご覧ください。花吹雪が舞っているんですけども、何これ、トロフィーから水が流れているような形なんですけども、すごいですね。これがね新しいレジェンドリーグとなります。ご覧ください、こちらですね。3800以上が今後レジェンドアリーナという形になりますね。そして、こちら下の方に流れていきますと、こちらの以前のねレジェンドアリーナと呼ばれていたこのなホグライダーのなんかこうな銅像みたいなのあったところがホグマウンテンという形で3000以上の、アリーナ10という形になります。はい、これさなんつうのレジェンドアリーナっぽいよね単純に。はい、今日はですね、一つねこのねステージを見せたいと思うんですけれども、はい、こちらはですねギャラドンさんとチーフパッドさんの一戦ですね。うん、ちょっとこちらからねご覧いただこうと思います。こういったねなんつうのアリーナなんですよ。これすごいですよね、なんか神殿みたいな。うん、なんかさ今までよりさがぜんレジェンドっぽくなったよね。なんか高級感があるというか神々しい感じの戦い、まさに頂上対戦みたいなこのニュアンスでしょうかね。はい、まあね、どっちが勝ったかとか別にいいよね。まあね、こんな感じの、アリーナがですね新しいアリーナ追加されますということでございます。はい、というわけでですね今日はですね、手短に終わらせていただくんですけれども、まあレジェンドアリーナ新しいの出ましたよってことの動画でした。ご視聴あーしゃ